ボロストク防衛戦の最中、それは起こった。巨人を次々となぎ倒す謎の巨人が現れたのだ。それが知性を持っていることは明らかだった。ライナー、ベルトルト、兄の前でその巨人のうなじから姿を現したのは104期訓練兵団の同期であるエレンだった。兵団は巨人化したエレンに巨岩を運ばせ、壁に開いた穴を塞ぐ作戦を敢行する。ライナーとベルトルトも訓練兵団の一員としてこのトロストク奪還作戦に参加し、エレン巨人が巨岩を持ち上げるまで巨人たちを引きつける任務に当たることになった。なぜエレンが巨人に？いつ？どうやって巨人の力を？とにかくエレンを食われちゃまずい。今は上からの指示に従うとしよう。頼んだよ。了解だ。悪いよ、ベルトルト。誘導した巨人を敵上固定砲で狙い撃つ。うなじに当てれば倒せるぞ。状況が変わったとはいえ、自分で開けた穴を塞ぐ手助けをすることになるなんて。無事だと思ってたぜ。何としてもこの作戦を成功させるぞ。次だ。ライナー、あんた分かってる？私たちの本当に果たすべき任務が何か。アニ、この作戦を成功させなくちゃ僕たちはせっかくの手がかりを失ってしまう。うまくいったね。これなら文句も言われないはず。頼んだよ。これでよし。本当にやるしかねえんだよな。俺バカだからよくわかんねえけど。任せた。よくだ。おい、怪我はねえようだな。あんまり無茶すんじゃねえぞ。倒すんだ。うまくいったみてえだな。俺にかかればこんなもんだろ。次だ。よっと。分断だ。苦戦しているのか。さあ行こう。巨人どもめ、これでは拠点が立てられん。何でもいい、討伐を手伝え。拠点の設置は完了したら、私の役目は済んだ。前線から離脱する。
ララの方はどうだ？うん、任務は順調に進んでるよ。ジャンも無事でよかった。やってやった。やるんだ。近くの巨人は片付いたようだな。あとはエレンがうまくやってくれればいいが。これでよし。あの深淵弾は。ライナー行ってみよう。よっと。訓練兵、手を貸してくれ。この巨人、陽動にかからないんだ。奴は気候主。エレンを危険にさらすわけにはいかん。やるぞ、ベルトルト。よし、一体撃破。兵士として少しは人類の役に立てたんじゃないか。ライナー、僕たちは兵士じゃない。それは分かっているようです。帰れなくなった故郷に帰る。こんなところで死んでたまるかよ。ライナー、ああ、生き延びてみんなで故郷へ帰ろう。次だ。よし、巨人は大方片付いたな。この辺りはもう心配ないだろう。あそこにも深淵弾が上がってるな。よし、行ってみるぞ。よっと。淵弾だ。苦戦しているのか。よっと。やるんだ。飛行士が大岩の方へ向かっているんだ。頼む、討伐に手を貸してくれ。やつを放っておいたらエレンが危ねえ。俺たちも討伐に向かうぞ。悪いな、ベルトルト。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し、領土を奪われ続けてきた。しかし、この作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時は、人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それは、これまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかし、その一歩は、我々人類にとっての大きな進撃になる。ありがとう、助かったわ。やった。戦もうまくいくだろう。この辺りで一度成り行きを見守るとするか。エレンが食われるかもしれない。そうなれば何もわからないままだ。ああ、いざとなったら俺の巨人で何とかするしかなさそうだ。二人とも何の話をしているんだ。俺の巨人ってなんだよ、ライナ。マルコ、今の話は冗談だ。気は確かか？君らしくないな。今は作戦に集中しろよ。
精鋭班の負担を減らすんだ。冗談なんだろ。いや、お前は察しがいいからダメなんだよ。兄、助けてくれ。俺たちの会話を聞かれた。もう生かしておけない。ふざけるな、クソ野郎。ライナー、巨人だ。こっちに来る。兄、マルコの立体機動装置を発射。あんたらの不始末だ、ベルトルトとやりな。お前あの時コニーを命張って助けてたよな。なぜあそこでそんな危険を犯した。この悪の民族に情が移っちまったのか。違うってんなら今ここで証明してみせろよ。お前とお前の帰りを待つ親父が汚れた民族と違うって言うんなら証明しろ。うわ、やめろ。兄、なんで、なんでだよ。それでこそ戦士だ。兄、よくやった。なんで、そんなに急ぐんだよ。まだちゃんと話し合ってないじゃないか。おい、なんで。マルコが食われてる。第57回壁外調査に乗じ、兄はエレンを奪取するため巨人化して調査兵団への襲撃を仕掛けるが、奮闘も虚しく、女型の巨人は敗北を喫し、目的の遂行はならなかった。女型の巨人のうなじから抜け出した兄は、本来自分がいるべきだった場所、ストヘスクの憲兵支部に帰還すべく移動を開始するのだった。エレンの捕獲は失敗だ。今は急いでストヘスクに帰還しよう。今あるガスや刃だけじゃ足りない。帰還するにしてもまず補給してからだね。巨人に見つかれば簡単には振り切れない。戦闘は避けた方が良さそうだ。あまり考えなしに移動すると巨人に見つかる。奴らの動きを観察して慎重に動かないと。まずはこれでいい。だけどこれじゃまだ心もとない。またどこかで補給しないと。ありがたい。まずいね、巨人が集まってきた。早くストレスクに戻らないと。これは無事に補給できたけど、まだ十分じゃない。もう少しあれば多少は安心できるかな。たぶんこれ以上巨人が集まってきたら見つからずに移動するのも難しくなる。とにかく急いで戻らないと。もたもたしてると巨人が集まってくる。ガスも刃もこれだけあれば十分かな。ストヘスクへ急ごう。
戦おうか。しまった。見つかった。ここで食われるわけには。やる。あと一歩というところで邪魔が入る。これで私たちの故郷また遠のいた。こんなところに飛行士を倒すしかないってわけ。正直もう限界だけど、この長い野暮用もこいつさえ倒せば終わる。相手が本当に巨人だったって聞いたら、ヒッチはどんな顔するかな。さっさと片付けて戻ろう。私の不在がバレるとまずい。倒す。やっと終わった。長い一日だった。早く宿舎に戻らないと。兄は壁外領域の巨人たちを退けて、辛くもストヘスクへの帰還を果たした。そしてまるで何事もなかったかのように憲兵団の兵舎へと戻り眠りにつく。第57回壁外調査の真の目的が壁内の敵をあぶり出すことだったとも。そして今まさに調査兵団が彼女の正体を暴こうとしていることも知らずに。壁面の穴を捜索していた調査兵団はウトガルド城で獣の巨人の襲撃を受ける。絶体絶命の危機に陥った104機の調査兵たちの中にライナーとベルトルトの姿もあった。彼らは巨人化したユミルの力とミカサたち別動隊の加勢によって九死に一生を得る。そして辛くも壁上に帰還した一行の前でライナーは己の正体と目的を明かし、巨人の力を持つエレンとユミルを故郷に連れ帰るためベルトルトと共に戦いを挑んだ。どうにか二人の身柄を奪ったライナーたちだったが、すぐに追撃の手が迫る。兵団を率いるエルヴィンの捨て身の作戦によってライナーたちは捕らえたエレンを奪われ、せめてエレンを他の巨人に捕食させようと試みるが、エレンが発動させたある力に阻まれる。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。クソ、ぶっ殺してやる。まずいぞ、ベルトルトを守りきれねえ。ユミル、なぜ助けに来たんだ。いや、それより今はこの巨人どもを何とかしねえと。この巨人どもを片付けてさっさとここを離れねえと。
私は死に行くようなもんだってのに、まさかこいつらを選んじまうとはな。すまん、クリスタ、許してくれよ。後ろめす。やってやった。ギリがねえぞ。次から次へとしつけえな、巨人ども。このまま戦ってたら追い込まれる。物資が尽きる前に状況を打開したいが。おっと、こっちだ。放置された補給拠点がどこかにあるはずだ。そこに物資が残っているかもしれない。見たか。正気かよ、こんな時に物資の補給。いや、無茶もいいところだろう。だがまあ、補給なしで壁の向こうまでたどり着くのは無理か。援護してやらないと。ここで決める。補給拠点、読み通りだベルトルト。物資の確保はお前に任せた。ああ、任せてくれ。しばらくの間、巨人の相手を頼んだよ、ライナが邪魔しやがって。こっちは忙しいんだ。突っ込んでやがれ。ノベス、刃を打ち込む。ここで決める。おら、おい、まだ物資の確保は終わらねえのか。俺もいつまで耐えられるか分からんぞ。まずい、早く物資の確保を済ませないと。このままじゃライナーたちが危ない。こっちだ。よし、後ろめ。やっていた。こっちだ。もう一発だ。ここで決める。見たか。ごめん、拠点にあった分は確保できたけど、きっとこれだけじゃ足りないと思う。近くに別の拠点があるはずだ。そこへ向かってもう一度補給しよう。拠点だ。もう一度僕が確保に向かうよ。頼んだぞ相棒、巨人の相手は俺に任せとけ。やってやった。
レトルさんは何をもたもたやってんだ。さっさと済ませろよな。まずい、早く物資の確保を済ませないと。このままじゃライナーたちが危ない。ほら、こっちだ。見たか。ほら、牛の目。拠点にあった分は確保できたけど、きっとこれだけじゃ足りないと思う。近くに別の拠点があるはずだ。そこへ向かってもう一度補給しよう。救拠点だ。もう一度僕が確保に向かうよ。ベルトルト、ひとまずは移動するとしようか。こいつらもう限界みたいだな。もしまた巨人に出くわしたら私がやるしかないか。ほら、ほら、ほら、後ろめす。任せるぞ。あれは飛行士か。今から奴を倒すだけの体力はもう。ベルトルト、
正直俺は限界だ。お前だけでもユミルを連れて。ほら今ここで消える。ユミル、あいつ全言撤回だ。一緒に生きて帰るぞ。ああはまだ生きてるよな。ああ、なんとか生き延びられたみたいだね。さあ、今のうちにこの場を離れよう。くっそー、やっちまった。なんでこんな。ユミル、なんで俺たちのところに来た。そりゃ、私がバカだからだな。里帰りのお土産になってやってんだよ。故郷に行けばお前はまず助からないんだぞ。逃げるなら今だ。私はもう疲れた。もういいんだよ。もうユミル、なんで助けてくれたの。お前の声が聞こえちまったからな。お前らがこの壁を壊しに来なければ、私はずっと覚めない悪夢を見てたんだ。私はただその時借りたものを返してるだけだよ。お前たちの境遇を知ってるのは私だけだしな。私も同じだよ。自分じゃどうにもならなかった。ありがとうユミル。すまない。いいや、女神様もそんなに悪い気分じゃないね。ストヘスクで女型の巨人が調査兵団に敗れ、兄は壁内で囚われの身となった。そんな中、ライナーたちの故郷から駆けつけたのは獣の巨人、戦士長ジークであった。戦士長としてジークは座標の奪取を優先せよと指示するが、ライナーとベルトルトは兄の奪還を優先したいと主張する。真っ向から意見を衝突させたライナーたちとジークは、どちらの方針に従って行動するかを決めるべく、ベルトルトの見守る中、鎧の巨人と獣の巨人とで一対一の戦いを行うことになった。どうしても戦士長の指示に従えないってなら、力ずくで行かせてもらえますか。勝てるのか、あのジーク戦士長に。だが、もし勝てば、兄を救いに行ける。本当に始まってしまった。ライナー、頼んだよ。なかなかやるようになったね。けど、まだまだお前は甘い。さすがはジーク戦士長、強い。いけない、ライナーが押されてる。このままじゃまずい、立て直すんだ。さて、
どれくらい成長したかお手並み拝見だな。俺はこのまま負けるのか。ダメだ、俺が倒れるわけには。立ってるのがやっとのようだな。よし、もう一押しってところか。ライナー、ダメだ、これ以上の無理はしないでくれ。俺は兄に言ったんだ、みんなで故郷に帰ろうって。うわ、凄まじい根性だな。まさかあそこから立ち上がってくるとは。ライナー、君は勝負はこれからだってか。まあそう来なくっちゃな、ライナー。面白くなってきた。それじゃあ延長戦と行こうじゃないか。もうライナーに意識があるかもわからない。だけど戦う意志はまだ残ってる。くそ、すまん、ベルトルト。はあ、片付いた。少し焦ったが、まあこんなもんだろう。勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後な。座標のダッシュを優先。当然だろ、ここで待ってりゃあっちから来るんだし。ふう、兄ちゃんならきっと大丈夫だよ。拷問なんか受けちゃいないって。どこかに身を隠してキックの練習とかしてんだよ、どうせ。しかし、いくら兄でも。へえ、まだ決意が固まってないってこと。もう一度やってもいいんだぞ、ライナー。ただし負けたら鎧は他の戦士に譲ってもらう。いえ、そんなつもりは。じゃあしっかりしようよ。もう終わらせよう。終わりにしたいんだよ、俺たちで。壁上で待機する一行に、四足方向型の巨人が敵兵力の接近を告げる。今は兄のことは頭から離し、戦うしかない。ここで座標を奪還し、呪われた歴史を、この地獄を終わらせる。そのために散々言ってきたことだが、俺とはこれから離れた位置につくわけだ。少しは自分で考えて行動しろよ。分かってるよ。本当は誰よりも高い能力を持ってるはずなのに、肝心なところで人任せだ。正直今まで頼りにならなかったぜ。今まではな。終わらせるんだろ、ここで。そうさ、ここで勝って終わらせてやる。じゃあな、頼んだぞ、相棒。任せろ。ライナーは巨人化したはずだ。合図はまだか、ライナー。そっちはまだ無事なのか。
エルヴィン・スミス。いや、迷うな。先に殺すのは馬だ。エレン、なぜ自分から姿を現した。俺たちの目的がお前であることは承知のはず。まさか巨人の力で壁を越えて逃げる気か。奴を壁内に戻すのはまずい。完全な座標の力を身につけた後では手遅れだ。いや待て、逃げるにしろ、なぜわざわざ志願しなくの中で巨人化する。そうか、奴らの狙いは俺の目標を馬からエレンに移すことか。ったく、せっかく登ったってのによ。長かった俺たちの旅もようやくこれで終わる。エレン、お前さえ奪えればな。まぐれかもしれねえけど、お前には一度勝ってんだ。また勝って終わらせる。やられてたまるかよ。相手はあのエレンだ。だいぶ消耗させたようだが、油断はできん。くそ、俺がここで倒れるわけには。よし、このまま押し切る。さあ再戦だエレン。今度こそお前に負けるつもりはない。一対一なら俺は勝てる。単純な格闘能力なら兄の方が手ごわかった。ようやく倒れやがったか。今のうちにエレンを拘束しねえと。よし、今だ。この機を逃すぞ。兵士が動いた。合図だ。ベルトルト、話をしよう。話をしたら全員死んでくれるか。僕たちの要求はわずか2つ。エレンの引き渡しと壁内人類の死滅。これが嘘偽りのない現実だ、アルミン。全ては決まったことだ。それは残念だよ。兄を残虐非道な憲兵から解放させられるのはもう君しかいないんだよ。このままじゃ兄は家畜の餌に。すればいい。本当に捕まえているのなら、兄の話をすればまた僕が取り乱すと思ったか。いや、ただの時間稼ぎか。別の兵士にライナーを殺しに行かせるための。そこまで見えていて、なんで話に乗ったの。確認したかった。君たちを前にした途端にまた泣き言を繰り出し許しを請うんじゃないかってね。でももう大丈夫みたいだ。君たちは大切な仲間だし、ちゃんと殺そうと思ってる。それは僕たちが悪魔の末裔だから。いや、君たちは誰も悪くないし悪魔なんかじゃないよ。でも全員死ななきゃいけない。もうダメなんだ。追わないでアルミ、爆風に巻き込まれる。
調査兵団に追い詰められたライナーだったが、ジークと四足歩行型の巨人により際どいところで窮地を脱する。ライナー、お前は運が良かったね。その後ライナーたちは志願しなくを離れてウォールマリア壁外を南へと向かった。この島の果てにある海岸を目指して。帰るぞライナー、俺たちはこのまま海岸に向かう。と言いたいところだが、もう少しばかり戦わないといけないようだ。道中をうろうろしてる巨人まで向こうに連れ帰るわけにもいかないだろう。俺たちは3人、しかも手負いだ。切り抜けられるか。あれは拠点か。かなり古いが、調査兵団は壁外のこんな場所まで来てたのか。とにかく向かうだけ向かってみるか。何か補給物資が残ってるかもしれん。後ろめすし、巨人が嫌がるな。まずは奴をどうにかしねえと。いいのか。巨人の群れか。やっぱりそう簡単には返してくれないみたいだね。ここで決める。よし、後ろめす。片付いた片付いた。さて移動を再開しようか。こっちだ。ここにも巨人が嫌がるのか。慎重に行かねえと。次から次へと巨人の皆さんも頑張るね。片付いた片付いた。さて移動を再開しようか。あぶねえ、随分と年季が入ってたみてえだな。だが物資の中には使えるもんもあった。探せば同じような拠点があるかもしれん。こいつを活用しない手はないな。ここまで来れば合流地点は目の前だ。あとは迎えの船を待つだけだが。巨人発見、接近してきます。戦士を迎え撃ちましょう。だな。巨人を連れて合流するわけにもいかないし、ここで倒しておかないとな。一旦三手に分かれようか。それぞれ巨人を迎え撃つぞ。刃を仕込む。おら。
ベルトルト、捕まってるだけならまだいい。だが最悪の場合、いや、考えても仕方ない。しかし、さっきは散々な目にあった。あの男、アッカーマン一族なのか。ほら、刃を仕込む。やっやった。どうだったライナー、このパラディ島で過ごした日々は。まるで地獄でしたよ。本当にクソみたいな毎日だった。まあ、お疲れさん。ダンス、刃を仕留める。ジーク選手を、兄とベルトルトはもう助けられないんでしょうか。今それを気にする余裕はないだろう。俺たちは鎧まで失うわけにはいかないんだから。すみません、戦いに集中します。ほら、はっ、ほら、はっ、ほら、ここで決める。ようやく終わったか。それじゃ、ひと休みと行こうぜ。いや、まだ終わってなかったか。これまた厄介そうな巨人どもがいるじゃないの。さっきの巨人たちより手強いだろう。二人とも、気を引き締めていくぞ。敵は三体、一人一体片付ければ済むってことだな。ほら、ほら、ほら、ほら。さすがはジーク選手、あの人はやっぱり特別なんだろう。落としてやった。あと2体だ。踏ん張れよ、二人とも。ほら、刃を仕込む。忍び、残るは一体だ。ここが正念場だぞ。よし、ほら、ほら、ほら、こっちだ。Yeah.
しても倒してもキリがないな。もう十分だろ。帰るぞライナー。逃げ切れましたか。のようだな。さて帰るとしようか。我らが故郷へ。